どうも、元山兄弟のせいです。着物出るんです。おー、出るんや。ちょっと今隠してるんで、本日はですね、着物のコーディネート紹介ということで、これから秋に入っていくじゃないですか。で、秋って着物好きの本番なんですよ。夏は暑くて着物あんま着れません。抱っこしてお尻ペンペンしながら揺れてたらいいっす。良さそう。ということで、秋がね、着物好きは本番ということなので、夏は浴衣とかでね着るイベントとかはあるんですけど、暑いので秋になってくるといろんな着物のコーディネートが楽しめるということで、着物好きの本番ということなんで、そのコーディネートの紹介をね今日はしていきたいと思っております。で、今回の動画は女性に焦点を絞ってちょっとコーディネート紹介していこうと思ってるんですけど、女性の着物の紹介ということなんで、いつものなるさんに出てもらおうと思っているんですけれども、うん、もうコーディネートの1着目を着てるということなんで、今隠れてると、はい、じゃあ一旦これでやってみましょうか。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。OK。 はい、はい、ということで1着目のコーディネートでございます、はい、割とシンプルですね。秋色にしました。これスウェードなんですよ、生地が。光沢感って感じだね。何こういう、触ってみ。短い毛が生えてる。あ、そうね、ちょっと起毛してる感じの。はい、ということでこれでやっていきたいと思います。どうも、ひーくんです。スウェード、シンプルといってもそういう生地の工夫というか楽しみがあるんですね。手羽立ちって言ってる人ってよな。ね、おったね、昔やってる人。インナーはお借りしました。ボタンが可愛いね。モックネック。これは何ネック。それは何でしょうね、まあ、ハイネックと言うんじゃないですかね、うん、です。色もさ、真っ白じゃないからさ、いきなり、うん、うん、そうそうそう、なんかいい大人感がある。で、羽織を羽織っていきます。はい、これは何でしょう。なんでしょうね。そうなん。朝か。朝ですね。朝 100% の生地で、だから朝なんで、このこういうシワ感がね、おしゃれでいいんですよ。こういうシワを一生懸命アイロンで伸ばそうとかしなくてよくて、こういうカジュアルさが朝は素敵なんですよね。自然味がある感じで、ちょっと涼しめなんですよね。真冬っていうよりは秋のこういうちょっと羽織るみたいなイメージ、まあ、カーディガンみたいなイメージで使えるっていうので、うん、朝はおすすめですね。で、朝方とかは。はい。いいよね。はい。朝。レースでございます。最近ね、新しくまたこのレース入れたんですよ。レースといっても網編みがでかいね。網編みでかいね、うん、こういうタイプのレースは着物の中でも全然なかったと思います、うん、で、洋服の上にも合わせれそうなんですよね、このレースは、うん、これめっちゃ伸びる、着やすいと思う。カーキだったりとかレースっていうワードがあるんで、なんか合わせづらそうみたいなイメージはあるんですけど、結構合わせやすいと思います。何にでも、なんか薄い色の着物でもいいし、濃い色の着物でも、洋服の上でもっていうところで結構ね、使いやすいと思う。めちゃめちゃ秋の装いって感じ。色味もね、中がブラウン系で外がカーキで、もみじが目に浮かぶ。もみじ入ってきた。出して出して。ああ、めんどくさいことしてしまった。ストールは、はい、まあ、四角のストールを対角線上を合わせて三角にして、中にお料理して、あれな、リュウ君がやってくれるからな。無理やし。三角にやって一番長いところを表に出してるみたいな感じ。合わせて角をもう内に折り込んでしまってね、それを畳していくっていうね。スカーフをすることで、その中のインナーでいろいろ見せなくても、スカーフで一つ首元見せれるんで、うん、結構使いやすいと思います。コーディネートの一つとして、うん、この間ね、結婚式でもなるさんスカーフしていったような着物で、うん、装いがねピシッとしてね、綺麗でしたよ。今回は出すとあんまりあれやけど、出しても可愛い柄もある。そうね、その色味の合わせ方でその辺はコーディネートしていければいいかなと思います。スカーフはおすすめですよ。男性もつけれる方はいると思うので、ちょっといろいろ試してみてください、うん、結構スカーフってね、あの古着屋さんにたくさん売ってあるので、いろんな柄で、しかもシルクのスカーフとか多くてね、つけてると気持ちいいのでおすすめです。じゃあ次行きましょう。はい、チュン。はい、着替えました。だいぶ爽やかじゃないですか。これも最近うちで新調したやつですね、うん、これはもしかするともしかするとリバーシブルなんですね、これがまた。これリアルリバーシブルなんで、完全に裏返してこの黄色側で着れるんで、着物のリバーシブル脱製、脱製
リバーシブルになるんで、 もちろん2着分の着物なので、その分あったかくもなるんですよね、うん、秋から冬にかけてすごくいいと思います。まあ、生地にもよるんですけど、大体プラス3万円とかでできるんで、それでプラス1着分って考えるとめちゃめちゃリーズナブルじゃないですか。超いい。ちゃんとコール仕立てでな、お尻もついて、まあ、うちのねチャンネル初めて見てた方とかはあんま知らないと思うんですけど、うちおはしょりとかなくしてるんですよ。これついたけって言って、女性もそのおはしょり着て、あの着付けを一生懸命やってとかじゃなくて、もうさらっとそのまま羽織って紐を結んでってするだけで着れるので、本当帯とか合わせても5分以内に着物を着れるっていうのと、全然着崩れを起こさないっていうところですごい着やすいんですよね。黒&黒でなんか帯とさ、その中のインナーのものを合わせていくとまとまりがあっていいです。締まるね、やっぱね。こういう薄めのね色味の着物を着るときは、黒系とかちょっと色味のあるものでパシッと締めてあげることでコーディネートはしやすくなりますよね。です。じゃあこの上になんか羽織りますか？羽織り難しいよな、この色味的に。うん、それこそ黒？黒いいと思いますけどね。ドン、おしゃれやん。ネイビーですね。ネイビーですね。結構レースってやっぱ合わせやすいね。中のさ着物が見えるっていうので、自然とこうまとまり良くなってくるんでしょうね。だいぶおしゃれだと思いますよ。軽すぎて着てないと一緒。着ないと一緒やね、うん。スカーフというのは何にでも使えますからね。明太マヨ。うん、明太マヨ。何にでも合う。まあ入れてもらったよな、明太マヨ。なんかの道具に。はい、じゃあさっきと同じあれで。とこれも長いね。大判ですね、このスカーフは。入れ込んじゃうか。うん、いいと思います。いかがでしょう。変に悪目立ちしてなくて、スッと溶け込んでいていいと思う。全然古臭くないですね。今っぽいよ。いい感じですわ。女性もね、いろんな楽しみ方があるので、まあ、いろんなね着物を揃えるっていうのも一つですけど、いろんなコーディネートをしてみるとか、新しいこういうレースだったりとかをコーディネートに組み合わせてみるっていうのも結構楽しいと思うので、ぜひやってみてください。まあ、レースとかのね、お仕立ての相談なんかはインスタの DM とかでしていただければいいと思うので。 YouTube のコメントは困りますか？結局その後 DM とか流れることになるので、そうだね。YouTube のコメントはなんか別のことでやってください。いいねとか、可愛いとか言ってほしいです、ね、あ、DM しますとかいいよ。それのでコメントを DM していただければと思います。 あと自分はこういうコーディネート最近流行ってるのよねとかっていうコメントとかもあれば、僕らも参考にさせていただきたいので、ぜひそういうご意見もお待ちしております、うん、というわけで今日は女性の秋の着物、まあ、これからは本番なんでコーディネートをご紹介しますということで、いろいろ紹介させていただきました。多分皆さん知らないような記事だったりとかたくさんあったと思うんで、あとリバーシブルができるよっていうところとかもね、マジでって感じだと思うので、この辺もまた参考にしていただければいいかなと思っております。秋なんで皆さん着物着て出かけましょう。ではまた、ありがとうございました。ありがとうございました。ひくもありがとうございました。目線お願いします。あ、目線お願いします。全然こっち向けない。せいやの顔はいいでしょう、別に。はい、終わりでーす。本日もご視聴いただきありがとうございました。もてま兄弟の三男でございます。秋の着物コーデ紹介いかがでしたでしょうか。着物好きの本番はこれからだったんですね。夏は夏祭りなどで浴衣と着る機会がありますが、近頃の夏は暑すぎて着物着るのも億劫になりますよね。生地によっては保温性があるものもありますので、秋冬はとても着物が着やすい季節です。皆様もどんどん着物を着て生活を浴衣にしていきましょう。ということで本日はこの辺で失礼したいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。ヘイマック。